さあ皆さん、いやちょっと待って、あのいやほら、え、松間さんっぽい髪型にしたらゾーンに入りやすくなるかもしれない。いいと思います。いいのかよ。すごくいい。ありありです。ありらしい。君もこうやってやるの、ゾーンに入りづらかったらやった方がいい。あ、まあそうだね、わかりました。まあ、ということで、足りてない、足りない、足りない、いいから、いいから、かぶってかぶって、無理はしなくていいから打つよ、もうじゃあ、まっちゃん、この布陣で大丈夫なんだね。もう完璧だと思う。完璧な布陣だそうです。完璧だって。完璧な布陣だそうなんで、はい、いきますか。じゃあ早速、じゃあゴッド引けばいいんですか、とりあえず。まあ、ゴッドは絶対に引いてください。絶対に、はい、でもあんまり求めちゃダメ。求め、深層心理で。深層心理で、はい、難しいって、ね、難しいそこが。常にゴッドの可能性ありますから、はい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 、もうあの朝一とか関係ないです。もう毎ゲーム同じ気持ちでゴッドというフラグを。そうですね。あ、オッケー。何どうすればいいって。やっぱ毎ゲームその朝一一発目とかじゃなくて、毎ゲームゴッドの可能性は一緒なわけだから、常にやっぱ気持ちはゴッド、気持ちは BGG。 あ、でも出さない、出さないけれども、まあ、ここを求めてというあの、はい、教えでした。了解です。難しいな。行きましょう。じゃあ大丈夫ですか。はい、はい、早くも3、割と上の方だったね。あれ、リプさんしてる。当たり、リプさんから当たり。左チャンスボタンでリプでリプさん。無心だね。これ今無心って。いや、ゾウ入ってる。無心どころかディールが見えてねえなと思って。何が起きてるかさっぱり分かんなかった。やばい。ちなみに今松間さん、この現象を見て高設定じゃないですかって言ってた。高設定じゃないですか。設定じゃないんですよね。まあ、あるに越したことないんで。あるに越したことない。なるほどね。はいはいはい、わかりました。お、でもまだあれじゃない、ここから伸びる可能性全然あるもんね。でもここも無心でいかなきゃいけないでしょ。ああ、早いな。わずか9ゲーム。抹茶的なアドバイスはなんかないの。無心だね。アドバイス無心だけど、Gストップ苦手なんですね。でも狙うのはいいよ、狙うのはいい。狙うのは OK よ。こういうことですよね。僕もう入ってます。いや、大事です、これ。僕もゾーン入ってます、ね、すごく大事です。まあね、10ゲームだから、ね、入ってる10ゲーム10ゲームです。すごい、素晴らしいです。入ってる。やった。投資勝ち方のあれかな。いや、もう完全に入ってるよ。完全に入ってる、これは完全に入ってる。松間さんからの言葉で、 GG はゴッドを引くためのチャンスゾーンみたいなところがあるから、はいはいはい、その辺ちゃんと意識してって。まあ、旧基準機、まあ、AT 機とか、まあ、それ以降新基準機だったり、なんですかね、 5.95 機だったり出てますけど、未だに打ってますから旧基準機ばっかり。やっぱ夢見たいんですよね、常に。まあ、朝から行く場合は、まあ、通常営業だったらどれぐらいですかね、まあ、2万枚は可能ですよね、理論上。もう常にその時に出せる最大の枚数を求めて打つっていう、その気持ちが大事なんで。だから僕、まあ、三重で2万3000枚出しましたけど、目標7万枚でしたから。目標7万枚でしたから、惜しかったんですけどね。スタートラインぐらいには立ってたんですけど。ちなみにさ、はい、この三重のオールナイトの時は、はい、1ゲーム目っていうか、その最初からゾーンだったわけ、まっちゃんは。いや、最初はやっぱちょっと緊張感もあって。あ、まあ収録だし、まあ徐々に高めてった感じですね。あ、まあ割とすぐ入りましたけど。割とすぐ入った、はい、なるほど。まあ、今日、まあ、今回 の、 その実践的には、やっぱ割とその、まあ、今、回転して10分、15分ぐらいになってるけど、はい、そろそろも入っとかないとまずい。まあ、そうですね、30分以内には入れておきたいですね。30分以内には入れておきたい。
ゴッドは弾けませんでしたけど、やっぱまだ始まったばっかりだから、まあまあまあ、やっぱあるんですよね、その台の中にもやる気がある台っていうのが、見えん時の台本当にもう5分に1回ぐらいチャンスボタン出てましたから、そういう意味での大移動だったらありかもしれないですね、設定的な意味じゃなくて。お、ヘルゾーン。ちなみにやっぱこういうヘルゾーンとかも大事なのかな。まあ僕三重ではヘルゾーン一番大事なんじゃないかと思ってました。ああ、はいはいはい、はい、やっぱこういう設定差ないとこものにしないと、まあ怖い台なんで、じゃあとりあえず当てときます。ああ、わかりました、はい。さあラスト、まあまあ、あのしょうがないです、しょうがないです、青ですもん、あ青ですもん。まあ確かにあれだよ、気持ちで、どうしようもない時も当然出てくるよね。そうです、何でもできるわけじゃないんで。そうだね、はい、危ない危ない、真剣に。オーパーさん来た、入ってる。やっぱり青なんですよね、クオンが本気を発揮する頃。ラスト、お、なんだちょっと青ですから、あのずれてたね、この今レア役引いたっぽかったけど、うん、前のゲームでね、まあ、青だったらレア役多分当たってないんで。あー、そっかそっか、むしろ無敵に引いた方がいい、むしろいい、むしろいい、はい。やっぱこう投資がかさむごとにどんどん追い込まれていくんで、精神的に。まあ三重もそうでしたけど、やっぱこのスロッシーもう呼んでもらえないんじゃないかって思ってたんで、やっぱ今日結果出したいんですよ。そういう意味では本当に大事な実戦なんで、まあ、三重と同じぐらい、気分的にはちょっと高まってます今。あ、リプさんしてるちょうど見えないんだよこれでなんか挙動がおかしいなと思ったけど、いやでもこれでもし G-STOP 当たるようだったら髪型流行るよこれ、うん、全然前見えないよ死亡率跳ね上がるぜ。だからやっぱ松間さんは普段から診断を鍛えてるってことだよね。あー、なるほど。あとちょっと足んねえな足りないんだよ。ならば俺も発動しよう。あ、なるほどなるほどなるほど。いや、おかしいだろ。あ、もうこれで俺も無我の境地入りそうです。ちょっとやってみましょう。うわ、全然見えねえぞ。こうやって自らこうか何かこうね制限することで、そう、五感をね封じることによって六感が目覚めるってよく言うからね。あの、髪関係ないんですよ。髪関係ないって伝えてもらっていいですか。はい、ね、はいはいはい、まっちゃんからある大事な言葉が来たんですけど、髪の毛は関係ないそうです。いや、もうそれはそっちのゾーンの話だ。分かんない、うん、分かんないけど、むしろなんか集中してください、もっと。いや、それ髪気にしすぎなとこあるんで、ちょっとモードすら分かんないですよ。液晶が一切見えないんで。普通にだってペナルティとかしたらどうするんですかゴッド引いちゃったら。あの、2人とも見えない状態でペナルティとかしたらどうするんですか。その状態でゴッド引いたらと。俺は、見えですらほぼペナルティをしなかった男だ。大丈夫。でもあれでしょ、アラさん、ね、見えで挟んでないでしょ、布。あのね、見えは24時間以降はだいたいこんな感じの状態になるから全然見えない感覚的には。感覚的に。そうなの。僕見えてるね、ちゃんと。あんまりあのふざけるなって。あそこまで多分視界狭くないと思うんですよ。真面目だよ俺らは。いたって大丈夫大丈夫大丈夫。このあの子役連続した時のちょっと心得みたいなのあるんですけど、みんなこう気ななをやっぱ引きたいってなるじゃないですか。違うんですよね、やっぱゴッドなんですよ。気なな3連してようが一番欲しいフラグは。だからやっぱ心の中ではゴッド
表面上はいいですよ、キナナを期待しても。でまあ最悪キナナでいいやってぐらいの感覚ですよね。何言ってんすかね僕は。ちなみにまっちゃんさ、はい、そろそろ開店して30分ぐらい経つんだけど、あんまみんな入ってる雰囲気ないよね。まだまだ多分誰も入ってないですね。あとさ、はい、あのゾーンをみんな多分意識してるとは思うんだけど、はい、みんな無言になるよね。あでもそれはなっちゃいます。やっぱりなっちゃいます、はい、なっちゃうか。あのこうなっちゃうんで。あそっかそっか、入るわ、ね、入りもう他の景色あんま見えなくなっちゃうんで番組として大丈夫かなだから結果で見せてください。あそっかそっか、はい、出玉とかで、はい、あこっちの絵で、ね、こっちの絵で。わかりました。まああと何でしょうね、心得としてはあのよく見るのが残り多分10枚ぐらいある状況でももう次の1000円押しちゃう人っていると思うんですよ。まあその多分流れを止めたくないっていう意識があるんでしょうけど、それもあの諦めてるのと一緒なんで、残り10枚でも、まあ、3枚あればもうゴッと引く可能性ありますから、だからちゃんと使い切って次のボタンを押すっていうのが大事ですね。なんかだいぶこう薄暗くて眠くなってきたんだけど、これはもうゾーンに入りかかってるってことでいいんだよ。まあちょっと聞いてみるわ。なんかヒョウ君がそのちょっと視界が悪くて薄暗くてだいぶなんか眠くなってきたらしいんだけど、あこれはちょっとゾーン入ってきてるのかなっていうことでいいのかな。ちょっと前兆ではありますね。それは前兆ではありますね。前兆ほら入って前兆には来てる。だいぶ眠いね今。だいぶ眠い。それってあれじゃなくて、あの何も起こんないからとかそういうことじゃなくて、いやまだほら300ゲームなのに眠いって異常でしょ前兆か。そっかそっか、そうだね。なんか視界の端に、はいはい、うん、こうなんか魚みたいなの見えてきたら本前兆濃厚なんで、すごいチカチカしてきたら、視界の端に魚、視界の端になんかこんな飛び魚的な、飛び魚的なの見えてきたらオッケーオッケー、もう近いっていう、近い、はい、そこな。ちょっと何言ってるか分かんないですけど、つらいな。僕マカオ行った時完全に見えましたからね。あの時確か1日で30万ぐらい負けて、もう本当に全然お金ない時になんかスロットマシン打ったら5分ぐらいで25万ぐらい返ってきたんですよ。その時もなんか深海魚みたいなのめっちゃ見えてたんで、視界の端に。あれは完全に入ってましたね、ゾーンに。周りも見えないんで、もう見えるのここだけなんですよ、この範囲だけ。ものすごいだから五感の中の視覚は今制限された状態で打ってますよ。でも心なしか聴覚が少し鋭くなった気がします。音の変化に気づける。なんか騒がしいけど見えないんだよ。おお、当たりました。でなんか多少騒がしいなとは思ってたんだけど、はいはい、向こうもちょっと騒がしかったからあっちに引っ張られてたら当たってた。よかった。よかったんだろうか私。343ゲーム。ちなみに当たったけど、まあ大体ケロベロスなわけじゃん、はい、基本は。やっぱそういうとこも変わってくるわけ、その2万枚出るときとかっていうのは。 ありますよ、ちゃんと。通常の当たりでも、例えばまあハーデスが出てくるとか、はいはい、ペルセポネ出てくるとか。まあ、でもケルベロスもあのレア役とか引ければ全然結構乗ることあるんですけど、あのそのレア役引きたいとかいうのは表面上だけにしといてください。表面上だけ、はいはい、あの常にゴッドなんで。あゴッドね、はい、目指すはゴッド。火吹いておってなるよりやっぱ扉とかの、はいはいはい、をあの心の奥底でイメージしといてください。わかりました、はい、確かそれは大事かもしれない。確かにね。
犬でも期待度はゴッド、期待度は霊魂してる自分がいる、来たいのはゴッドね、来たいで霊魂も大事だけど、来たいのは真相では来たいのはゴッド、違うな、リプレイしかしないで、リプレイしかしない、ここの10ゲーム20ゲームなんて関係ないんで、ああここ関係ないんだ、はい、もっと乗るか反るかってきた、そうだ、どうせ2万枚出したかったらここで10ゲーム頑張るとかじゃ、もうそんな次元じゃないんだ、なるほど、ここでレアク引くか、しかもここで中断これはでもここで引いた方がいいんだよね、そのケルベロス中よりこっちで引いた方がいいんだよね、いやケルベロスです早っケルベロス中のレアクは強いんで相当、そっかそっか、はい、まあただこれジャッジメントとか乗れば、まあこっちでよかったなと、あーなるほどね、おーおーおーおお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 あるぞマジで、おお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 おやっちゃったかもしれない、これありますよ、結構今正直集中はしてた、入ってはいた、じゃあありますあります、何段階かな、2段階2段階熱い、行きます、行きます、頼むぞ、あーいやでも出て出て、目を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 頼む、あーでもヘルゼモル全然 OK、 まあ第一歩的にはね、そうですね、きっかけにはなるんだこれ、10% で超ペルあるよ、 10% で超ペルもある、超ペルもありますし、これで入ったかな、上乗せと一緒なんで、ループ 50% 入ったんじゃない、入ってる入ってる、俺も結構今マジで結構入ってたから、入ってた、入ってた、精神的に気持ち的に入ってた、俺もじゃあまこっちゃん見習って取っちゃおうかなそうそうそう、全然面白くないんだよボードが読めないからそうだね、取った方がいい、よしよしよし、いやこれはでかいですね、おお紫ななだけどすげえなんか体熱くなったわあすっきり、よし俺もゾーン入りますよ、俺はもうちょっとこのスタイルでいこう、お少子貫徹だね、意外といいモードにいさそうな、あやっぱそうだ、でも音でも大体分かるやつだ意外と通常以上にはいそうな雰囲気かなと思ったら通常以上にはいます、そこで逆からこういうのが分かんないですからね、見えてないとやっぱ見てた方が面白いわ、何ゲーム636か、まだまだ遠いからここでもし当たっちゃってもそんなにドヘコミするほどの状況だ、あららら、らこれはさすがに天国上がった信じましょう、このラッシュしてる見えない、ちょっとあーそうそうだね、カーテン開けないと、よく見ておいて刮目して、いくぜ、おいぞ、これだよね、この後で回ってほしいですね、回れし、あと顔出ろし、よし、いや、バラバラバラ、おー、そろ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 、届かい、いやでも、まあまあ、今ゾーン入った1打だからこれ揃うよ、そう、あれは1打したったよ、でもここで揃えば、うわいやいや、負けちゃダメだ、気持ちで負けたらやっぱダメだもんね、そうですね、ゾーンちゃんとあの継続してください、ゾーン、オッケーオッケー、ゾーン継続ね、ゾーン継続、さあこの5ゲーム大事よ、
くんに。はい。よし。今回はいける。今回はいける。いけるいけるいける。今回は大丈夫じゃない。80%だ、来たいの。おお、そう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 。ふふ。はい。行ったか。よし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 。来てる来てる。いいね、75%とかあるかもしれない、75%とか。確率ます。あお、50%。大丈夫だ。いやでももう、ああそっちじゃない。もう300。まあそれ300乗ってっからもう。目標は500だから。まあまあまあでも十分。いや素晴らしい素晴らしい。素晴らしい。ありがとう。これは入ったな。いや案外ゾーンってやっぱ気持ちいいもんだなって。ああなるほど。気持ちいい。だすごい疲れるんで。すごい疲れる。すごいめっちゃ暑いもん。いや本当ですねそれは。暑いマジで。真夏かってくらい。汗びっしょりなんだけど俺。これでしばらく安泰ですね。暑っ。暑い暑い。やっぱゾーン入るとなんかこう燃える。ほてっちゃうんだ。ほてっちゃう。なるほど。ほてっちゃう。みんなもほてってこ、ほてってこ。よし頑張ります。おお。まあ多分本前兆だと思う。多分本店長です。おおおおい、入ってる入ってる入ってる。 V 揃いしてる。え、マジですか。ちょうどカウント開始から12ゲームです。よし完璧に入りました。俺もやはり視界はクリアな方がいいっぽいよ。なるほど。じゃあちょっと前開けるか。単純にさ、俺ちょっと多分目が疲れてて頭痛してんもん今。あ、見える見える見える。さあここでイエローバーニングすれば、まあ天国での当たりが確定と。ホワイトディスク、まだ分かりませんね。まあ GG 中の液晶を見ながら探っていきましょう。さあ GG 当たっちゃえばこっちのものです。17これ追っかけてるうちに勝手にゾーンに入りますから。あの僕だけですよね多分当たってないの。そうですよね。いやちょっとまず集中しよう。気持ちで負けちゃダメなんで。まあ触れなかったんですけど、これ多分変更されてたっぽいんですよね。400等でちょっと鎖出てたんで、今615。まあ、最悪の場合はあと1000ゲームぐらいかかりますね。一発目の当たりまでに。おっ、まあ多分ステージ以降だと思うんですが、ですね。扉どうもですか。来ちゃった。天空の扉来てる。来てる。今もう入ってるもんね、はい、ゾーンにね。今完全にもうキナナレンのことしか意識してなかったからゾーン入ってる。初めて強い演出が出たよ。いやもうお願いします本当。オーケー、回す。よーし、頼む。行きます。まあでもいや、全然いいですよ。むしろ5000枚とかそれのだとして絶対 SD で絡まないで、はい、あれ
大丈夫大丈夫か、あれ大丈夫、油断に上がらない、油断に上がらない。どうですか首かしげられるのが一番きついの。アメットも別に出てなくて、アメット当たってない、すいません、すいません、当たってないですね一回当たってからすごいですから、もうそこから完全にあの変わるんで、そこでゾーン入ると思うんで、もう助走ですよね、今5000枚出すための。おっ、やった、当たりました、786ゲーム。これでようやくスタートラインに立った感じだね。こっからすごいっすよ、こっからすごい、こっからすごいですこれで、じゃあ4人全員で当たった状態、全員が当たったことだ、ことになる。普通に当たってベルトボールが出てきた。おお、すげえ、すげえ、だいぶ入ってきて、今やばいっす、だいぶ来てます、今、だいぶ来てるそうです。あ、来てるそうです。通常の当たりで来てるから、だいぶゾーンに入ってる。まあここは見ときたいね。いやー、これでお手本が見れるね。そうね、うん、まあ俺さっき300だったから、それはやっぱゾーン入ってるまっちゃんは超えてくると思うから、さあお手本見せてもらいましょう。ちょっと集中しますね。オッケー、集中しただけで待ったらすげえからな。やっぱペルスッパでもやっぱ2番前の道中でいろいろあったとは思うんですよね、うん、おもう当たり前のように届けるもん ね、 ね、この1打1打がね、2万枚への足がかりですから。入ってるな。おお、力強い、すごい、素晴らしい、やっぱすごいな。おお、あるよ、すげえ、マジげえな。いや、見えるとき見てるみたいなの。すごいすごいすごい、いや待って、狙ってやるのは大変、狙ってやるのは大変だから。いやいや、そんなことない、全然大丈夫ですか。いい、やっぱやるわ、まっちゃん 100% だよ、カットインゴールの7度目だから。あの時の後ろ姿もこんな感じだった。あ、あんな感じ、どうすか、こんな感じなんだろう。こっからだよね、こっから行こう、2万枚終わらせなきゃいいんだもんね、まあ、とりあえず5000枚がちょっとずつ見えてきてるよね、1人5000枚っていうのが。そうですね、全員当たってるわけだから。おお、え、やり、やりた、回ってないんで3桁とかかもしれないです。なるほどね、なんか引いた可能性のがとか、かもしれないんだけど、じゃあ行きますって。でもまあでもありますよ、ありますあります、あるよね。さあ行きたいと思います。お、右上がりかゴッドか、右上がりかゴッド、俺は男らしく順応していくよ、順応していくから。はっ、右上がりか、まあまあでも、まあ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 、3桁、3桁、3桁、おお、まあまあ、いやー、でかいっす、でかい、十分、十分、いいっすね、出す、出す、ちょっと5000枚見えてきたじゃないですか。でも入ってる感じはするよ、自分でやっぱ、あ、だいぶ来てます、うん、よし、これで、まだあと240ゲーム。ジャッジメントも乗ったら嬉しいよ。あれ、あ、ヘルゾーン乗り行きましたわ。おお、何でもありかも。はい、あー、何も来ねえな。
まず慣れるぞ。孫さん完全に入ってるよね。入ってる入ってる、完全に入ってる、完全に入ってる、入ってはいる。教えようか、やり方教えようか。ケルベロスだったらゾーンの入り方俺が教えるよ。ああ。ただまだ入ってないからね。そうだよね、3セット消化して400枚ぐらいしか持ってない。いやそんな人に教えてもらえない。ケルベロスだけはマジで入るから、うん、俺、うん。さあ来るよ、ヘルヘル。おお、だから嫌がる気持ちが呼び寄せてるから 7.5 パー引きに行ってるから。それはありますよ、うん、本当にやったりました。2連続ペロッとこんな。よし、多分今完全に孫さんゾーン入ってるんで。入ってるね。あの孫さんがあの本当にゾーンの存在を信じてるんだったらそろそろゴッド引くと思います。あ、このここでいっぱい乗せるとかではなくそろそろゴッドを引くって。まあそろそろ引くと思います。分かった、 OK。 まあ、はい、マジで入ってるとは思ってるから。入ってますね、完全に。入ってないとこんなこと起こんないと思う。そう、そうです、ね、本当にそうです。よっしゃ、入ってるところをお見せしましょう。ゴッドを引きます。ゴッド紫なのではないんです。目標はその先のゴッドですからね。あのちょっと言い訳になっちゃうんだけど、あの紫7ゾロイじゃなくて、目標は、目標はやっぱゾーンに入ってる状態ってことはゴッドなわけ。それはあのまっちゃんの教えでもあって、そんな紫7ゾロイみたいな、そんな低みそこを目指してたらダメっていうか、さらにその奥の、なんかこんなベラベラ言い訳してるともうゾーンから抜けた感すごいよね。あーすごい、抜けた感がすごいね。ゾーンに入ったらそんな言い訳しないもん。ゾーンに入ってたら50ゲームのトップガッツポーズ、うん、あーそっか。いや違うんだよ、別にあの言い訳っていうか君たちの眼差しがなんか疑惑の目で見ていたから。そこだよね。まあ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 、まあいいね、まあゲーム数あるでしょ、いっぱい。まあまあ全然ある。いや、まあなんだかんだ誠さんが今一番出せたから。そう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 、ああそうだよ。なんとか平均200枚ぐらいまでは持ち直したか。さあストックいる可能性は十分ある。頼む。4分の1でしか抜けないですからね、地蔵は。少なめっちゃ少な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 。お、中断機だな。リプレイの可能性あります。ゼロ。おお。ゾーン入ってきた。もうゼロの時点で多分2額です。演出打線あるよ。ある。これはあります。おお。雷は、うん、よし、ちょっとずつちょっとずつ踏み込んできたか。これで、GG ストック1個以上プラス G ストップのストック2個以上と。
ひなが2連状態からスタート、生かしたい。まあそうだね、32ゲーム、まあ中段キラーで刺さったと。まっちゃん、なんかあんまり僕にはわからない行動してるんですけど、500ゲーム足らずで箱をすげえ使い出し、残りゲーム数50ゲームしかないのに下がほぼ空っぽなの。え、それはちょっとあのいいですか、まっちゃん今残りゲーム数50数ゲームじゃん。でも下皿のコイン全部箱に入れたじゃん、ほぼ。はい、それはあえてです。あえて、はい、ほぼもう残りゲーム数ないけれども、このあとまだ出るぞと、もう絶対にこれは使わないっていう意思表示を、そう、そっちね、はい、しとかないといけないんで、はあはあ、それは大に向かって、大と神様と、大と神でアピールではあるって。そうですね、さりげなくですよ、あくまで さりげなく、はい、だから絶対使わないんで、もう。わかりました、はい。そっかそっか、俺もそうだ、そうだね、俺もやっぱこれ下皿ギチギチにしてる場合じゃないんだ。そうですね、なるほど。これ弱気と取られちゃうんで。ああ、そっかそっか、じゃあもうこれ行くわ、はい、こっちで行くわ。弱気と取られるわけね。そうですね、これはだからもう詰めていくっていうのがね、攻めてるスタイルだわけね。皆さんちょっと手を止めて、すごく大事なことが、下皿にコインをいっぱい残してる状態だと、やっぱ意思表示としてこれはもう使わないぞっていうので、箱に詰めて上に置いとくっていうのがやっぱゾーンの入り口らしいんですよ。積極的に箱を使うってこと。そう、下皿ガチガチにしてると、る、まあ、それは弱気と取られる。なるほど、うん、そういうことなんですね。これがやっぱそのゾーンへの突入契機になるらしいです。これはもう本当使わないぞっていう。なんだな、さすがだよ。クレジットはいいんじゃないか。あ、クレジットはいい、クレジットはいい。いや、強気で言った方がいいでしょ。強気は強気なんだけど、やりすぎなんだよな。そう、みんなそういうのがやっぱいいっていう。なるほど、ありがとうございます、はい、さあ、ちゃんとこれで、普通に終わりましたけど、まあ、まだループとかありますから、673枚。ないですね、ループ。2セット目が終わりまして、2セット目、うん、2セット目だね。これ今4つ。おお、熱いよ、スーパー熱い。通常時これはループストックも許されるから。頑張れ。惜しいな。さあ、僕の方もまあちょっとリップ5連からの当たりなんで、ループストックは多分厳しいとは思うんですけど、勝負はこの後の G ストップですね。まずはリップ5連分の G ストップですね。いきます。よし、さっきゴッド揃い引きそびれちゃいましたからね。俺のゴッドはここにある。おいおい、鏡をここにビタ押しです。
そうするとすげえ滑って鏡テーマするぞ。よし、ああまあ切りましょう、仕留めちゃおう、仕留めよう。すごい入ってますね。うっぽりってる今。G ストップだけはね、ゾーンで入り方を知ってる。行きましょうじゃラスト頑張って、ゼロです。苦手なんです SDG が。結構やる気は出てきてるんですけどね、この台も。もうちょっと強い演出、まあ、扉だったり槍だったり。マッチョがもう興味なさそうにしてる。え、どうしました。いや、アラスさんの SGG 全然興味なかったでしょ。正直焦ってるんで何もできてない。ごめんなさい、使います、上のコイン。すいません。表示みたいな崩れるのめっちゃ早かった。テンポ行くの。ちょっとだけ残す。ちょっと残しとこうかな。ちょっとだけ残す、ね、これはもう使わないっていう。これはとどめ。これはもう使わない。これは使わない、絶対に。2連のお化け付き。1回だけダイヤ履歴内に個の8分の1の抽選を受けてるんで可能性ゼロではない。まずはこう木7、3連したいけど難しいですよね。これで G ストップの前兆が来たらループはいなかったということになります。いきなり来るやつだ。ああ、ここはやんなきゃいけないやつだ。集中します。もう一丁です。ああ、リベンジオブ SDG。 全然見てねえ。全然見てねえ。全然見てない。何と戦ってんだ。何と戦ってんの、あの人は。多分15ゲーム続いてる。はい、これ3セット続いたの。もう3セット目なんで。まだ勝手に起きてない。まだ起きてない。このまま行きましょう。
76。ただあくまでも一応ここを目指しながらやってるっていうのは大事です。おお、すごい。入ってる入ってる。完全に入ってるじゃないですか。入ってる。カナダで頼むぞ。あーどうだった。あー惜しい。すごい。頼む。おーあるよ。あるよ。あるある。さすがだだでも。まあでも、まあ、まあ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 。7? なんキナナ7連キナナ7連7連素晴らしい。